紫ンズ鶴は豆加減下属に分類される、捕虜性多年草の一種。学名は、段だ々んだんに立ち上がるを意味する。和名は、花の色と、根が木綿質であることに由来する。中国名が、ファンキ。茎はやや鶴状で、創生七を張って広がり、高さ10から40センチメートル。茎に白い定時毛がある。根は長大で、深く地中に入る。葉は、 奇数羽上複用で、小葉8から10あり、長さ0.7から2センチメートル、幅3から8ミリメートルの長大円形、強長大円形。小葉は先端が少し凹む。葉の裏面には曲がらに白いの難毛がある。卓葉は葉の背面の半ば以下が合着し、膜質で鈍角。花は高四色で、 長さ1.2から2センチメートル、溶液から花柄を出し長さ3から14センチメートルの相乗花剰を出し長径花を密生して上向きにつける。旗弁は他の2弁よりも非常に長い。湯髄は10本、髄髄は1本。学編は5中列し、細長い線形。学頭の1、2から4、5、黒か四色の毛がある。花器は7から8月。 白花の品種として、白花紫もメンズルがある。頭花は、無柄で、長さ約1センチメートル、白い軟毛があり無毛、先が急に尖るくちばしがあり、長い楕円形。鞘は2室で、各室に3から6個の種子が入る。染色体数は 2n イコール16、16プラス 2b、32。東北アジア、北米の温帯から亜寒帯にかけて布する。 基準標本は、シベリアのもの。アジア大陸に分布する、基準編集の満州も面ずると日本の種とを区別する、説と区別しないとする見方もある。日本では、北海道西南部と本州中部地方以北の山地から鉱山帯にかけてのかなり狭い範囲に分布する。富士山に多く分布する。富士山中腹の日当たりの良い猿基地に生育する。 紫もメンずるされきちや岩場の崩壊地などの乾燥した日当たりの良い拉致に生育する。北海道の大島大島では増生によって拉致化した場所でいち早く定着したことが確認されている。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。紫もメンずるの標本、ありがとうございます。